the freedom of expression。 どうも、デュラングレーの香織です。ザ・フリーダム・オブ・エクスプレッション、今週も始まりました。ジョーさん、はい、タサさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ジョーさん、どうですか、それ。これね、いいですよ。もう気分は頑張れ頑張れ阪神ということでございますけど、これなんか僕がつけて、てかみんなでつけたらもしかしたら行くんじゃないですか、阪神。奇跡の2位からの逆転優勝。俺もつけてれば。そうですよ。つけてないから。つけてないからよ。そこよ。そうですよ。いや、無理ですよ、無理。無理なの。ダメなの。確かに無理かな。本題行きましょう、本題。そうですか、わかりました。奇跡の、はい、はい、じゃあ、ジョーさん。はい、じゃあ今日のニュース行きたいと思いますけども、キリンが蝶ネクタイを結ぶとしたら首の上それとも下というですね、こんなニュースが飛び込んできております。まあ、世の中にはですね、議論すべき問題もたくさんあるんですが、しかしこれは私たちにとって重要な議論かもしれないということで、ハフィントンポストのですね、これは US 版というのかな、海外版が報じたニュースでございます。キリンが蝶ネクタイをつけるとしたら首の上か下か、そんな問いがですね、9月の14日にツイッターで投げかけられまして、これに多くの方がアンサーをしているということでございます。まあ、ちょっと今画像の方を見せられないんですけど、簡単に説明しますと、私の絵で説明してよろしいでしょうか。ああ、行きますか。はい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 、はい、まあ、これ、まあ、これがキリンかどうかの問題とかありますけど、いや、まあ全部キリンですよ。キリンに見えるでしょ、はいはい、大丈夫でしょ。で、まあ、ハフポストさんの記事によると、 このキリンさんが蝶ネクタイを結ぶとしたら、こっちかこっちか、顔よりか、はい、胴体よりか、胴体よりかということでございます。これ皆さんどういうふうに、どっちにつけるのがキリンのですね、正しい蝶ネクタイのつけ方なのかということで、これがものすごい本当に反響になっているので、なるほど、いろんな人たちがいろんな理由とともにこっちだということを書いております。例えばここにって言ってる人、下の方にと言ってる人は、もしキリンが本当に自分で結ぶんだとしたら、前足が届くのはここでしかないから、上は届かないはずなので、ここにやるしかないとか、まあ、それから小さなお子さんの意見だと、人間も首の上の方につけるので、そう考えるとこっちにこっちにつけた方がいいとか、まあ、それぞれですね、まあ、いろんな年齢の方がいろんな理由で、キリンが蝶ネクタイを結ぶなら、この顔に近い方か胴に近い方かということでございます。まあ、人間の場合は首が短いですからね、選択肢がないわけですけど、首の長いキリン、あなただったらどっちに蝶ネクタイということでございます。これせっかくですので、我々もやってみましょうか。蝶ネクタイつけて書いて、それぞれなんでこっちにしたのかという。難しいですよね。はい、あのつけるのは蝶ネクタイだけですよね。蝶ネクタイだけです。ここなんかシャツとかスーツみたいなのがあるわけじゃないですね。ないですね。結局そこをあのシャツにつけるじゃないですか。確かに確かに。蝶ネクタイって、はい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 、首に直接あんまりつけないじゃないですか。つけないですね。そうですね。シャツがあれば、あんま言っちゃうとあれですよね。うん、そうですね。まあ、だから、まあ、あのせっかくとりあえず書いてから書いてみましょう。まあ、それはもうある意味自分で想像力を働かして、書いていただければなと思いますけども、これね、どこにつけるか、これ難しいっすね。タサリさんのキリンがなんかもうちょっとやばいけど、トスポ的だなと。だいぶこれだいぶミステリー入った。だいぶミステリーですよ。この間のあのなんか宗教画の修理みたいな感じで、ここで個性が出てるもんな。俺相当絵心ない方だけど、タサリさんに比べたら全然いいわ。いやこれだからね、どっちだろうな、これ難しいっすね。髪はだからね、うん、ここにいないから書けないですけど、心の中でちょっと書いてみてください。髪にも聞きますから。はい、はい、髪は絵心あるんですかね。おう、髪絵描けます。ちなみに、いや、全く描けません。人描いても目が描けない。おう、さあ、じゃあまずは多彩記者から私行きます。いや、俺から行ったことないやつだね。ああ、そうか、香織さん締めじゃないから。え、締めじゃないから。じゃあ香織さんからじゃない。マジっすか、あっちには勝てない。勝ち負けの、いや、インパクト勝負じゃない。あの、決してお笑いじゃないんだよ、これ。下っすかね。あ、下だ。おぉ、しかも下。おぉ、なぜですか、その心は。なんか、うん、ま、顔に近づいてるとなんかこう
バランスが悪い感じ。ああ、なるほどなるほど。こっちの方がスタイリッシュ、首が長く見えるってことかな。いや、長く、長いっすけど長いな、長いわ、実際長いわ長く見えるとかじゃなくて長いわ、首まあ、ち、うん、まあ、中間っていうのもありっすけどね、なんか。ああ、なるほどね。うんうんうん、あ、なんか顔に近くない方がなんかいいのかなと俺は思っただけですね。なるほど。ああ、私はちなみに、僕のネクタイがひどいですけど。ネクタイ、ネクタイって何ですか？それ棒じゃないですか？ネクタイ、なんか首、首に鉄アレついてます。鉄アレみたいになっちゃった。首に鉄アレみたいになっちゃった。鉄アレついてますよ、それ。私はなんかこのまあインスピレーションですけどもね、上につけて、うん、つけましたね。なんかこう首輪じゃないですかそれ。首輪っぽくなっちゃってます。なんかこう上につけるイメージですよ。なんか下だとこう胴に近くなっちゃうんで、なんかこうネクタイというのはその喉元、どこに喉があるんですかね、キリンって。そうそうですね。そうですね。そういうのも分かんないですね。分かんないな。上に蝶ネクタイをつけさせて。そうか。はい。はい、じゃあ私はですね、この首にめちゃくちゃでかい蝶ネクタイつける。首の上に。首の上にね。まあその前にどこの生き物なんですか。そう。目が目が。目が上ですね。これ見えますか。かなりあの芸術性やばいです。これ T シャツ作りません。こういうの結構なんかいいんですよね。いけますよこれ。これなんかこれあのじゃ。ダニエル・ジョンストンが描いたあのちょっと宇宙人みたいな絵あるじゃないですか、あの感覚のやつ、あれに近い。マジっすか、そんなに高評価、これ高評価、これでエコバッグ作りましょう。これでもこのキリンちょっと首が短くないですか。短い。いやこれ蝶ネクタイがでかいから短く見える。いや顔の割には短くない。顔が短い。そう、あで、まあ、理由はあるんですけど、まず大きいここにつけるんだったらもうめちゃくちゃ目立つ、もうこれからサバンナでパーティーしますよぐらいの感じの大きいのをつけてアピールしたいわけですよ。なるほどね。パーティーに行くわけですね。これパーティー用のあれで、はい、ちょっと女を落とすときはここにさりげなくこうすごくちっちゃい状態になってすごくちっちゃいのつけといて、あれあのキリンおしゃれじゃねえで女の子にここにちょっと気を引かせるみたいな。なるほど、はい、ここはもう社交界でバリバリこうもう俺やな、今日はそう今日の主役は俺だぜ、やりますよ俺みたいな、サバンナで一番ですよみたいな感じのこう蝶ネクタイ。なるほど。で女の子にはここ こだわりのチビネクタイ、うん、夜はこれを外してここだけつけといて、ちょっと飲んだ時にあなんかおしゃれおしゃれね、おしゃれがついてるわねみたいなこれですいやでも笠井さんの絵結構衝撃的ですね。いやいいじゃん。いいですか。番組名前やってきましたけど、初めて笠井記者の絵を見た気がしますけど。そうですね。確かに。これこれと個性です。これ。すごいな。これ僕はこれです。あでも基本は上ってことですね。上です。今のところ。基本すも、うん。今のところ2対1、うん、で上でございます。うん、神は？神は下ですね。あ下だ。おお。カオルさんと一緒だ。だってあの上の方だったら。邪魔になりそうなんで。ああ、そうか。実用的なね。下の端っこにあった首に引っかかったら嫌だし、なんかネクタイかかったら首締まるじゃないですか。確かに確かに。まあね。下の方がいいかなみたいな。まあそんな方が。でもまあ蝶ネクタイでももともと不要だと思ってるので。ああ、なるほど。だったらもうそもそもマックス派手に。そもそもキリンの首が長いからこういう悩ましいことになるんですよね。そういうことです。そうですそうです。だから。例えば象だったら鼻ピアスどこにするのみたいな話になっちゃうじゃないですか。確かにね。どこにします？あどこつけます？やっぱこの穴のところじゃないですか。ここ。うん、まああまりこうリングのやつだとここしかつけれないですよ。この辺にまあ要はこうやってつけてる状態ってことですよね。ねえ、すごいカス溜まっちゃいますよ。溜まりますよ。めっちゃカス溜まるわ。どうなんでしょうかね。あれ YouTube のコメント欄とかに書き込めるんですか皆さん。私だったら書いてみね、うん、私だったらどこだとかね、うん、ぜひ。いやでも ここの方が良くないですか、派手で。そうなんだよね、うん、なんか下って地味な気
気がするんだよ。上だとね、子供っぽい感じですね。ああ、なるほどなるほど。下だとちょっとこう大人っぽい。大人っぽい。そうそうそう。あ、そうだそうだ。食べる時に汚しますよ。そうですね。まあ、そうですね。うん、確かに汚しますわね、うん、まあどっちでも汚しますよ、ね、どっちでも汚しますよね。確かにでも首の上だと子供っぽい感じしますね。うん、うんうん、だからちょっとまあ、まあ、こんなことがツイッターでは盛り上がってるということでございます。これね、結論は出てないでしょうけど。出てないと思います。なんかね、気になりますね。気になりますよね。うん、でもほら、なんか昔読んだあれだと結局ね、ミッシングリンクといって、キリンの首のって長いじゃないですか、うん、でその途中の長さの動物って見つかってないわけでしょ。ああ、なるほど。だからこうキリンの首は普通はほら進化論で言うと首が短かったのがちょっとずつ長くなって進化していかなきゃいけないんですけど、うん、ミッシングリングって言って途中の長さの動物って見つかってないんで、だからまあある意味この首の長さ長くなったのは突然変異でなったっていう、まあ、説もあるわけで、普通は徐々に長くなっていくわけじゃないですか。要は、まあそうね、食べ物を取ろうとして高いところで下の食べ物がなくなっちゃって、うん、まあ、競争相手が多すぎるから高いところの食べ物を取るために長くなったってわけですけど、でもそうするとちょっとずつこう高いところに高いところにやっていくと、ね、途中の長さのいないってことですね。動物がいないといけないはずなんですけど、うん、進化っていうのは、うん、それがやっぱりないっていうのは発生原因じゃないかということも言われているキリンでございますけど。うん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 、ね、うん、まあ、ゾウさんとかいるんですかね。ゾウさん、鼻の途中、はい、ゾウさんの鼻の途中とかいるんですか。いや、いないんじゃないですか。ゾウも多分おそらく そういう鼻の、ね、ゾウの化石って出てきてないと思うんですよね。でもね、すごい量の、量というか種類のタコは動物がいたんですもんね。いたんです、いたんです。よくわかんないような。そうです、そうです。漫画に出てきそうなやつ。そうだけどね、昔。そう。そう、だそういう中で、まあ、要は環境に適応できたものとできないものが、残っていくわけで、まあ、キリンはやっぱりでも食べ物を他の動物と競争して取っていくために木の上にあるものを食べようとして、こうやって長いものが生まれたと、どうですかね、いうことらしいですけどね。なんかそれっぽいですけど、今の聞いてたらなんかそうじゃない気もしてきましたね。あ、面白いですよ、うん、だからまあそうやって突然変異が、まあ、ウイルスによるものだったとかっていうことがあるわけなので、まあ分かんないですよね。こうやってコロナウイルスみたいなのが流行る、出てくるとまたそういうものに適した新しい生き物みたいなのが生まれてくる可能性はあるということでございます。そうさ、物知りだな。いや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 、神様が作ったような気がしますね。あ、でもこの神は作れないですよね。そうでしょ。何にも作れないです。何にもできません。もうせいぜい喋るの精一杯みたいな。喋るのも録音できたかな。でも神って普通創造主って言われてるじゃないですか、うん、それはまあ偉い神さんです。なんか一個ぐらいないですか。何にもないです。何にもないんだ。神かわいそうくなってきたな。うん、ちょっとかわいそうですね。ちょっとかわいそうくなってきました。神という名のもとに生まれたばっかりの、ね、何でもできると思われてるけど何もできないっていう。何の才能もない。はい、じゃあ今週はこれで終わりたいと思います、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。